第 24SS 武装山岳両兵士団は武装親衛隊の士団である。1942年6月、スロベニア、クロアチア、セルビア、ウクライナ、イタリア、及び各地方の民族ドイツ人からなる義勇兵により編成されたカルストベア大隊がこの士団の原型である。装備、訓練ともに山中での戦闘を目指したもので、スロベニア、 イタリア・オーストリア国境にかけてのアルプス山脈役で活動、パルチザン総統活動を任務とした山岳戦専門の部隊であった。イタリアが降伏したと聞きた、イタリアに進中、タルビージオでイタリア軍の武装解除を行った。1944年8月に師団に改編されたが、これは実際の戦力増加を伴わない、あくまで書類上のものであり、後に師団から 三学旅団へ格下げされたこともあった。その後もパルチザンとの激闘は続き、終戦時、師団はオーストリア国境を防衛、バルカン半島で戦っていたドイツ軍が西へ退却してイギリス軍に降伏することを可能にした。師団の残存部隊は最後まで戦ったドイツ軍部隊の一つとなり、1945年5月9日、イギリス第六期公師団に降伏した。 14両の露角されたイタリアの P40 が1944年7月に新編された師団に装備された。しかし信頼性が低いことが判明した。書類上、師団の最終的な戦闘序列は次のようなものだった。師団の設立時には補給部隊も含まれるはずだった。実際には、第59山岳両兵連隊、第 24SS 山岳砲兵連隊の1個、 大体、第 24SS 公平大隊の1個中隊、それに半個中隊規模の師団装甲中隊だけで設立された。歴史家のゴードン・ウィリアムソンは3人の武装 SS 将校が師団及び旅団を指揮したとしている。これに対して、ローランド・カルテネッガーはハーンのみを部隊指揮官としている。部隊称は様式化されたテゥールのルーン文字に、 左右の矢印を付加したものだった。エリ賞も製造されたが、これは実際には使用されなかったとされ、次男員は標準的な SS ルーンをつけていた。ありがとうございます。